平成22年9月28日火曜日、総理大臣官邸で経済関係閣僚委員会を開催し、平成22年度補正予算を含む経済対策について話し合いました。本日は22年度補正、予算を含む経済対策の検討についてお願いをいたしたいと思います。先般政府が決定しました3段構えの経済対策のうち、円高等に対する緊急的対応ステップ1はすでに実施をいたしましたが、それに引き続きステップ2の実施を検討したいと思います。その後、国内投資促進円卓会議に出席しました。8月の終わりに、まだ内閣が変わる前になりますが、日本国内投資促進プログラムを作成するように指示をいたしました。その下でこの円卓会議は、この重要なプログラムの取りまとめの役を担っていただきたいということでお願いしたところです。新成長戦略実現会議をもうスタートさせていただいてますが、ある意味ではそれが全体で、その中の重要な一つがこの国内投資促進円卓会議と、そのようにご理解をいただきます。29日水曜日、総理大臣官邸でガーナ共和国のジョン・エバンズ・アッタミルズ大統領と会談を行いました。会談ではガーナ共和国の経済社会開発のために積極的に支援を行っていく方針を伝えました。30日木曜日、衆議院予算委員会に出席しました。総理大臣官邸に戻り、第11回行政刷新会議を開催しました。事業仕分け第3弾では、まず特別会計事業の無駄を徹底的に洗い出していただき、その制度そのものの抜本的な見直しに向けて、国会をめぐる議論に終止符を打つつもりでやっていただきたいと、そのように期待をいたしております。10月1日金曜日、総理大臣公邸前で平成22年国勢調査の調査票を国勢調査調査員に提出しました。その後、総理大臣官邸で国会議員評価者説明会に出席しました。説明会では第11回行政刷新会議で任命されたワーキンググループの国会議員評価者に対して、特別会計を対象とした事業仕分けの実施等に関して説明が行われました。午後、天皇陛下ご臨席のもとに参議院議場において行われた第176回国会開会式に出席しました。その後、衆議院参議院の本会議で所信表明演説を行いました。総理大臣官邸に戻り、韓日協力委員会のナムドク会長、日韓協力委員会の中曽根康弘会長らによる表敬を受けました。10月2日土曜日、総理大臣公邸でモンゴル国のスフバータル・バトボルド首相らと日本企業との懇談を行いました。日本の資源外交を本格させるという思いのもとで、今日はモンゴルでの鉱物資源開発をすでに積極的に推進しておられる我が国の企業のトップの皆様をお招きをいたしました。まだ到着すぐでの会議でありますが、せっかくの機会ですので、ぜひ忌憚のない活発な意見交換を通じて、両国間で この資源開発を中心とした経済交流の一層の発展につながれば幸いだと思います。